互いの指を絡め合ってもらう。ボールにずっと痛いよ。気象行ってあらへん絶対に。気象いいな。わかっているけどいつかオーバー。チリスイカなれ飛ばし、私にも関係あるか。今もひたとらーす。アサヒでーす。またひなだけ真っ白。あんたなんかドブ塗ってきた顔に。塗ってないって。今日集合したら多分12時半とかなのね、うん、で今もう3時やんか。でひならほんまにじゃあさっき動画撮ればいいのに、いつもプライベートでさっきになんか面白いことあったってやってまうね。全部だ。もうないもん何も。だって3時間遊んでんねんで。3時間撮影してたら遊んでんねんもん。今日何するか教えてあげましょうか。もう分からへん。じゃーん。今日は湯葉を作りたいと思います。うわなんかあるじゃん。牛乳とかチンしたらできるやつじゃん。違うよ。豆乳をこう温めたら上に膜ができて、それペラペラのいったもめみたいなやつを食べれんの。うまいの。めっちゃびっくりする。何入れは食べる？ポン酢とか醤油とか。え、そんな味濃いのに食べれるの？うん、それはうまいわ。うん、楽しみだ。ちょっとホットプレートで作ってる人がいて、簡単そうに TikTok で。そう、 TikTok で。 TikTok でマジ簡単そうにやってるのって簡単じゃないの。それはマジでそう。お前 TikTok にどんだけ騙されたかって、あの料理系の人たちに。あ、わかる。だって10秒とかあるの。そう、え、やってみようからどんだけかかんねんみたいな手間。失敗するし。ほんまにいけるのか。やります。怪しいの？まあもう入れていいんじゃない。おとといわざわざ買いに行ったやんか。わざわざ買いに行ったってさ、もうやりたいんやからさ、買えよそんな。おお、もうジュージューしてるよ。 うどんみたいなのができるってこと？ミルキーなうどんみたいな。え、ポン酢やろ。ポン酢もそうなんやけど。ポン酢もあるよ。高級ポン酢買ったやん。めっちゃいいやん。それしか使えへん。700円ぐらいの。それでいい。でも美味しくないね。え、なんか甘くなくて。やっぱ甘いの好きやんなら。まあまあ確かに。え、普通のポン酢ないってこと？あるよ。普通のポン酢もある。柚子の甘いやつ。柚子か。ニューリンがチリリ。ニューリン。何？さっきからお前。ニューリンがチリリ。待って、怒られんで、ママに。お前知らんで。お前それはほんまに知らんで。何が今。ニューリンがチラリはやばい。めちゃくちゃいい。その場所行きたい。お前その耳どうなってよ。ちょっと見てみて。これ高級、これ高級ポン酢なのね。ドッキリ。ドッキリじゃねえよ。土やん。ドッキリやろ、これ。組んできたやろ。お、賞味期限切れてる。もう絶対食わへんって。そんなさ、賞味期限切れててもう動画に出る必要ないやつ紹介せんでいいんじゃん。いややって、ほんまに。じゃあほんまにやって。じゃあほんまにやって。チクチク。待って、うんこついた。ガチでうんちの匂いする。ちょ、お前醤油ここまで話したやつおらんって。お前だるいって、これ2ヶ月ぐらい、これ。いや、お前やめろ。いや普通ここだけやろ、お前。じゃあお前な、俺らはもうだるいって。俺らどんだけいろんなスポンサーとかついてると思って、醤油なんか紹介できへんから。もう何してん。お仕置きです。じゃあほんまにうんこ。ちょっと待ってさ。え、これやばいな。これが臭いんやわ、これ。これやばい。ちょっとなんか膜っぽくなってきてる。ちょ、早く。ちょ、マジで。ちょ、ほらほら、膜っぽくなってきてる。待って、たちゃん、なんか水飛んでない？ちょ、お前さ、ちょ、洗顔ついてるって。さあ、ちょちょ、ちょ、膨らんでる。いく、取っていい。こんな薄くていい。いいんじゃん、いくで。うわぁ、うん、すげえ。うわぁ、垂れるって。え、行っていいの？先行く？いいよ、先行って。いただきます。うまいんか、そんな。しばしょう。うん、まっ。そんなに？うどんよりうまい。うどんとデザートの間です、完全に。すごいじゃん。俺はね、ポン酢で行ってみるわ。うっ、うまい。もう第二弾できてる。うぃー、うぃー。なんなん、楽しくない、これ。無限にできるん。そうで。なくなるまで。うん、なんでの。あんまりわからへん。いただきます。どう？うまい。うまいやろ？うん。何や、なんか似てるかも。何やろな。これ盛り上がんじゃん、これ友達やったら。いや、地味すぎやろ。一人一回の脂肪しか食わない。こんなんしか一人食われんのに。魚や。生魚みたい。はぁ、お前、食レポやば。どこが生魚か
なくない一切。あ、うまっ。どっちのが正解？いや、ポン酢もいいね。なんか一時期醤油にめっちゃハマっててさ、卵お、煮卵あるでいいな、昨日からつけてる、めっちゃうまい。ちょうだいよ。いや、なんで言った？いる？食べたい。一個食べたい。じゃーん、煮卵。最近卵作るのハマってるの。10個ぐらいもう煮卵作っちゃうだから。うん、ちょっと薄い。うん、醤油につけた方がいいかも。時代はポン酢。こんな、うん、結構いいペースでできるね。うん、でも友達とやる場合さ、めっちゃ仲いい友達じゃないとキモいじゃんこれ。確かに箸ベーってするやん。ちょっと待って、 LINE 来た。撮影中やん。うわ、隠すような LINE や。うわやばしい。隠すような LINE はいけ。あ、別にそんな弟に見せへんし LINE とか。アンダーガード硬いのみんなどう思う？年末年始の出来事。俺はママとデートしたよ。カラオケデート2人で。ママ歌うまかったわ。ママ歌うまいよな。なんかさ、ママ世代ってなんかビブラートうまいよな。みんな歌うまい、ね、なんか昔の人は今の人ほど携帯とかもなかったじゃん。暇やから俺らその今の世代の人より歌う場数が多かったと思う。確かに。だから分かる、歌うまい説。確かに。マジこれあると思うねんけど、昭和世代全員歌うまい説。いやマジそれ分かるかも。でもこれ周りのみんなどうですか？なんかしょっぱいの食べたくなる。どうせ分かるよ、マクドとかやろ。食いたい食いたい。もう飽きた。もう飽きた。無理やで、今日は湯葉の回なんやから。もう湯葉いらん。えー、いや結構いけるんやけど。いや美味しいけど、ほんまジャンキーなもの好きな人からしたら、うん、結構もうほんま真相。だってお前マジでさ、ジャンキーやもんな。じゃあひならさ、出身ジャンキーやんか。実家ジャンキーやん。お昼インスタントラーメン以外ないから、うん、選択肢。でひなも朝お弁当自分で作ってたけど、冷凍食品詰めやもんな全部。本当はもうジャンキーなものを見たらほんまにかぶりつきたい。ハリーポッターの、ちょ、お前ちょ、もうえぐ、撮影中にまで返したい LINE って何なの。やましいマジやましい。やましいことはない、だってお前に全部言ってるもん。でも隠すのはやましい。いや、LINE をちょっと。やましい。じゃあのさ、これ話したことあるかな、 YouTube で。何？いやなんか下りでとしてさ、携帯のこのアルバム見せるみたいな下りありやったの、うん、え、この写真あってさみたいなっていうので、うん、でそういうので一回そう、友達なんやけど、じゃあ見してよみたいな感じで、そのアルバムからその人バーって行って、うん、なんか自分のお尻をこうやって撮影してる写真があって、なんかキワキワのビキニみたいなの着てこうやって、でめっちゃそれバーって出てきて、うん、ああ今のはみたいな。え、ガチの友達？友達って誰なんやけど、年上の人やから気まずいやん。年上ならなおさら友達より気まずくない？かっこいい、エロいっていう女性がやったから、まあそんなにギャップはなかったんやけど正直。やっぱりなみたいな。でもなんかそれめっちゃなんか笑ったの。え、その人と気まずくなかった？全然。あ、もう笑い話だった、うん。LINE でそういうことばっかしてるってことやん。まあ、してないけど、プライバシーでしょ。やましいな。じゃ、ほんまにボンポテトとかしょっぱいの食いたいわ。ほんだ、もう買えば。何だ。買えばいいやん。じゃ、携帯貸してよ。お前、ウーバーしようとしないなので。お前が買えよ。朝日ってさ、プロの紐やと思う。プロ紐。その話だけはすんなって言ったよな。動画では。そういう、あったよかったな、スポーツ。わあ、あったな。オリンピック行けてたな。まあ自覚はないけど。それがやばい。周りによく言われる。素質ありすぎてやばいっていう。これをプライバシーで話された時に、絶対動画で話さんといてって言った。俺が紐になってしまうから、うん、世間体にな。ついにやっちゃったね、君。あ、言っちゃった。言っちゃってるよ。YouTuber の人でさ、口臭いとかさ、いじられる人いるやん、うん、グループとかでも、うん、臭いんやって思うもんな。マジで思う。からえ、でもさ、コンディションによるやん。臭い時もあれば、臭くない時だってあるやん、誰でも。そのチームとかで、うわ、お前臭っみたいなっていうシーンを見ると、臭いんやとはなる。やろ、うん、なるって分かってて、お前俺に言ってんのかって言ってんの。俺は散々言ってない、臭いだけはやめてって。分かってるやん、原理。ほんまに嫌がるもんな、うん、いや、ひなはだから、なんで朝いってあんな臭いキャラ嫌なのみたいな、あんな美味しいのにって思ってたひなは。美味しないねん、臭いだけは。臭いの笑いは美味しないねん。そう。俺じゃ、ひなはな、お前がな、うわ、もう嫌やみたいな顔してるのがもう好き好きって、何の手段でもいい、それやったら別に。その手段、手っ取り早いのが口臭いっていうことやねん。言うなって、口臭いって。
ほんまに臭いと思われんねん、それって分かってるやん。ほんで、ほんまに一人で全部食ってるしな。バリうまいんやけど。一人で飲みたいわ、先。一人で。噛むな、今日。噛んでる今日。先飲みたいな、先。二回チャンスあったのに。あかん。もうマジで幸せなんや、これ。行ったら今日。じゃこのままおる、3000円。あ、大阪の古着屋で買ったやつ。かわいいよね。うん。どう思う？それ、めっちゃ生地分厚いんやろ。2センチぐらいあるやろ、キビチ。生地2センチある。キャンプのやつみたいやな。もうなんか、これやったらこけても絶対怪我せえへんなって感じ。トロヤ動画。いやいや。崖から落としてみた。待って。マジで最後終盤にかけてめっちゃ甘くなってきて美味しいんやけど。その豆乳の甘みがさ、マジすごいんやけど、なんか。終盤のが狙い目。やばいやばいやばい。ほぼクレープ。よかった、そんなに喜んでくれて。いや、こっちが用意してんねん。な、見た？何を？ママのズボン見たよ。やばない？ほんまにやばい。あれで何ヶ月も買い物行ってたらしいよ。お前はズボン避けてたね。友達から LINE 来たらまるままじゃないって言っちゃうぐらい避けてたよね。膝裏まで見えるぐらいケツから避けてるよ。どんだけ履いたらそうなの？しゃがんだ時にもうビリっていったのが終わりやったらしい。うわ、次お好み焼きに変わりました。いろんな顔見せてくれる。卵に見えるな。うまい。めっちゃ甘いんやけど、ちょっと一個食べて。やばい。え？こんな変わった？いろんな顔見せてくれた。クレープやん。やろ？びっくりした今。ガチでクレープやんけど。なんかの味に似てる。あれ、大豆の味やん。私たちの関係と一緒だねとか言って。いろんな顔見せてくれる。うん、最後まで美味しいみたいな。え、ちょ墓場まで動画回しますよみたいな。ん？大豆の味じゃない。あー、豆乳って大豆やん。あ、そう。気づいちゃった。俺大豆めっちゃ好きやん。あ、大豆好きな。うん、美味しいや。でもママがな、俺が大豆好きって言ったらな、節分の時に大豆の袋買ってくんね。はいはいはい。でもさ、そんな食われへんや、うん、大豆って。うんうん。だからこれ小分けのやつがさ、美味しいぐらい。はいはいはい。これで買ってくんね。はいはい。でもママはさ、俺に買ってきてくれるからさ、いつも頑張って食べてた。カミングアウトやん。暴露話やん。こんなやつをこうやってコーラと頑張って食べてた。なんかない？そのひなにとかにさ、お互いさ、なんか小さい時は言われへんかったけどみたいなやつは。多分ノリで買ったんか分からへんけど、ひなたがね、エッチなサイコロみたいな。いや、それ多分イベントの時使おうと思って買ってて。イベントでエッチなサイコロ使おうと思って買ってた。こんなセクシーな女の人がこんなシルエットでおつなのサイコロみたいな感じ書いてた記憶がある。多分買って、うん、パッて置いててみたいな、うん、すごいのあるじゃんみたいな思ってた時はあったけど、うん、使わんかったや。使うかよ。開いてなかった。うん、この新品状態で置いてた。イベントで使おうと思った。そう。どんなイベントだ。エロイベちゃうで。トークショーの時とか。トークショーに何に使うの？いや、だからそう、どうなるか分からへんかったから、ちょっとストックっていうか武器として。そう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 、そういうことやったんや。だから新品やったんか。そうそうそう。よかったよかった。一個だけ思い出した。これはこっそりとか秘密事じゃなくて、俺の疑問なんやけど、はいはい、こんな音楽聴くやつあるやん、うん、これを中1、いや小学生かもしれん、小6か中1か分からへん、うん、で、ひなたがまあ高校生とか、うんうん、俺は音楽聴くのが欲しくて、こんなさ、緑色のよう、うん、それをひなたが持ってたの。音楽流れるプレイヤーですね。そう、プレイヤー、こんなちっこい緑のやつ、はいはい、マジ夏とかしよう、それをあげようかみたいな言われて、うん、でもその値段が、確かやで、2万やったの、うん俺多分それで2万払ったよ。お年玉とかでいっぱいもう溜まってたやつで2万払って。嘘つけよ。いないよ。これガチで。2万とか。ちょ聞いて。これ覚えてない。売ったんや。絶対やるとしても5000円とかやと思うで。さすがにお前から2万は取ってない。俺のちっちゃい頃の記憶2万やね。ほんまに。でも俺は別にお金の価値っていうかそんなに分かって。いや多分2000円の間違いで。ほんまに。うん、絶対。じゃママに聞かん。うん。じゃこれガチで。不意に思い出して。じゃあなんかテレビでな、そういう iPod Touch の初代みたいな感じでなんかやってた時に、はいはいはい、あの時俺全然無知な時に日向に2万で売りつけられたかもみたいな思い出したの。売ったんやひな、お前に。え、多分めっちゃいいことしてるやん。欲しかったやもんな。2万や。2万でなんか取ってるわけないやん。ママはあのさ、俺さ、ちっちゃい頃によ、なんか緑色のさ、音楽聴けるプレイヤーみたいなのあったやん。ひなたが持ってた。iPod? iPod って言うんかな、うんうんうん、緑色の、うん。あれさ、俺ひなたに売られんてなかった？ 5000 円で売られたんじゃん。あ、5000か。5000なんや。え、5000払ってた？それは知らんけど、5000円で。5000か。じゃあ、知らんけど、どうしたん？いや、お前、俺は記憶ではな。2万やって記憶があるの。いや、ただね、5000円って大々的にちょっと、実は数で2万払いお前って言われてくれてる。
そう、頭いいから。あれっていくらで買った？2万ぐらい。やばいか。いや、2万で売ってるわけないやん。いや、そんな悪いことしてんには覚えてるって。さすがに。うん。いやー、クリスに言われるの好きやから。暴露しろよ。ないって。悪い感覚がない感じで悪いことするからな。暴露しろよ。一番悪いやん、今それ。正直に言えよ。さっきのスイカ盗んで、ポッターみたいにしてお母さんに好きなこと電話かけたしよ。ハハハハ、初めて聞いたって。そんな悪、めちゃくちゃ悪いやんこいつ。じゃあ小学生の時やで。いや、なんかそういう記憶がなんか思い出しちゃって。いや俺な、使い方分かれへんから。えなんか、うん、でも動画撮れてねんな、それ。それで、学園天国を動画撮って、それずっと聞いてた。悪いの聞いてた。天国を動画で撮ったやつをずっと聞いてた。天国はどうやって音楽撮ってたあれ。いや、多分ね、ママにパソコンに入れてもらってたな。めっちゃアホやん、お前。音楽入れてれば言ってけへんかったよな、パでも。うん、でもママ言ってあげて。なの、真似したかったよな。いや、じゃあの緑色のクリクリかっこよかったんやと思うで。もうあれどこ行ったの、本当。わかれへん。頑張って。はいはい。そのポッツの話は5000円でしたと。なんなら取ってない可能性もあるからな、ひなのことやから。いや、5000欲しかったと思うよ、高校生の時やし。ヒゲ生えへんな。剃ってんねん、俺な。年始の時な、ヒゲ剃り実家に忘れてん。うん、家さ、眉毛剃りしかなくて、うん、それでヒゲ剃るの怖いの俺。だから、ずっと放置してて。ヒゲ剃りの方が剃れるんや。うん、産毛も。うん、へぇ怖くない？あんななんか刃物みたいなんでこうやってすんの怖くてできやへん。 TJ やったらいける。だからもうずっと放置してたら、ほんまヒゲで歩けんちゃうかってぐらいヒゲ生えて。そんなにこうやって生えるタイプなんや。そう、かまじいタイプね。かまじいタイプ、意外に人生で一番生えたかな。ビームスの店員さんでヒゲこんな人ったよ。マジでマジでマジで肩幅よりでかいね。おう、しかもめっちゃ固めてんねん、カチカチ。何も考えてなくてさ、うん、その店員さん普通にあの呼ぶときあるやん、うん、伊勢エビあだと思う。伊勢エビ、店員さんちょっとってなった。こうならんかった。向くって。うん、なれへんかった。呼ばれ慣れてんかも。ということで。ということでしたと。お前マンドレイクすんぞ。あーちょっとな、痛いんやけど。今年朝ってさ、どのぐらい超えてる本気で。本気ね。うん。どう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 。あ、結構出てさ、で今喉から出したから。うん、腹からじゃなかったよな。ちょっと喉痛かったもん。うん、腹からの方がいいんじゃない。でも叫ぶってなるとなんか腹から出すと難しい。で、両方できたら強いんじゃない。あああああどうどうどう。チェイ、結構今喉の負担少なくなる。ミックスボイスの上行っちゃってる。マジで。それ新しい歌い方出しましたこいつ。うーわ、ありがとうございます。え、でもどっちの方がでかいか同時にやったらいいんじゃん。みんなどっちが大きいか聞いてください。いきます、せーの。うわーほんまに知らんだよ。俺絶対来ると思うな。来る綺麗。今の声やと思う人ほぼおらん。なんか機関車止まったかなみたいな。はい、というわけで皆様、今日も最後まで動画見てくれてありがとうございました。次の動画もお楽しみに。じゃあグッバイ、シューナトでした。アサイでした。うっそー、エグいやん。S 全部の全員の人にやってるの、ち俺以外にやってるの。やってる。え、どんな反応するの。え、でも普通、みんな普通に、うっそ、はい、お疲れ様でーすみたいな。え、そこでグーで閉めれるんや。閉める閉める。え、だからお前だけいつもなんかうっそー、え、もうエグいてみたいな。つかかってくる。え、ていうかさ、みんなの YouTube まず最後で見ろよ。ガチで意味わからんって。じゃあうっそー集誰か俺に送って。じゃあみんなこいつのうっそー集。